あ、小さいや、小さいです。小さいヤマメですね。あ、ちょっと小さいですね。もうこれ逃がします。はい、さよなら。あんなに小さいんじゃな。なんだよ、小さいよ。小さいヤマメですね。いや、小さいわ。これじゃ小さい。小さいです。はい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 、さよなら。はい、今度はすいません、これじゃあチーマイクロじゃん。はい、さよなら。ラストの中腹やりますね。ないよ。うわー、いない。なんであんなところにカーネーションが落ちてるの。なんであんなところにカーネーションが落ちてんだい。はい、こんにちは、けんちゃんです。今日はね、この山でですね、魚をねまず釣って、山菜を取ってお昼ご飯をちょっと食べようかなと、この秩父の山に来ています。で、残念ながらね、魚がねちょっと、キープできるサイズの魚がちょっと釣れなくて、ちょっとまあそれはもうしょうがないですね。なのでちょっとこれからね、この山で山菜を探して、見ようかなと思います。やっぱり山は涼しいですね。降りるとね、やっぱり、街中とかはね結構、暑いですけど、やっぱり涼しいですね、この山まで登ってくると。はい、ちょっとね、今山菜のちょっといろいろ勉強中なんですけど、図鑑をねちょっと見ながら探していきたいと思います。はい、それでは行ってきます。ちょっとね、小さい魚がいるね、あそこに。あそこに小さい魚がいます。ちょっと待って、魚がいるわ。ごめんなさい、魚がね、結構いいサイズの魚がねいるんで、ちょっとやってみますね。なんかうっかりするとね、魚がねいるポイントがまだあるんで、一応竿は持ちながら行きますね。で、山菜なんですけど、なかなか出てこないような気がするな。なんだか釣りしてんだか山菜探してんだか、なんだかわかんなくなっちゃったんですけどね。魚がちらほら出てくるんですよね。というか川が終わって、川が終わりましたね。川あるな。あるけど、もう魚はこれちょっときついだろう。もうきついと思うんだけどな。一回じゃあ竿しまおう、もうさすがに。と、竿がしまいました。ちょっと山菜つってもちょっとねよくわかんないんですけど、まあいつも通りね、こちらの三つ葉ですね。まずはこれですかね。これはわかりやすいですからね。この三つ葉をねいただきます。三つ葉ですね。三つ葉はね結構生えてますね、やっぱり。ちょっと戻りながらね、ちょっと釣りなんかしながら上がってきちゃったんで、登りながらまたちょっといろいろ見ていきたいと思います。なんかさっきから結構こういうのがたくさんあるんですけど、先っちょだけこう取られてるんですよね。多分これは食べられるものだと思うんですよね。
こう先っちょだけ取られちゃってるんですけど、これちょっと取ってみますね。多分これは食べられるね。多分草ソテツとかわらびのわらびかなんかだと思うんですよね。食べられないことはないと思うんで、ちょっとこれ食べてみますね。前でおなじみになっちゃうんですけど、あれですね、岩タバコですね。毎度おなじみの岩タバコ、これね、これはもう安定的にありますね。やっぱりこういうこのこれ多分あね、ほとんど先っちょが取られてるんで多分美味しいんでしょうね。わらびか草ソテツですね。あー残ってた、これ残ってました。よいしょ、よしこれいただこう。これね、葉っぱの形からいってもみじ傘かもしれないですね。もみじ傘っていうこれ山菜かもしれないんで、これねちょっとこれ1枚取ってってみようかな。ここにもありますね。多分ね、食べられないことはないと思うんで食べてみようと思います。これもみじ傘だと思います。そろそろね、これでそろそろ入れていきます、ね、さっき取ってきた山菜たちをねこれ入れていきます。いい匂いがしてきましたね。すごいいいですね。はい、これでねちょっと食べましょうか。もうちょっとね山菜が取れればよかったんですけどね。まあ、もうちょっと詳しくなんだけど、ね、勉強しなきゃダメですね。はい、それではね食べてみたいと思います。ちょっと今日魚は釣れなかったですけど、まあお疲れ様でした。さてじゃあこれちょっと醤油かけて、これですね、マヨネーズ、究極の食材ですね。それではね、まずこのわらびっぽいやつから食べてみますね。これは美味しそうですけどね、普通に。いただきます。あ、これうまいわ。これもっと取ってくれよかったな。うまいですね、これわらびだと思います。あ、うまい。あ、だからみんな取るんだ。岩タバコですね、岩タバコ。これはもう全然普通に美味しいですね。うんうん、美味しい美味しい。で、これさっき言ったもみじ傘ですね。はい、いただきます。うん、あ、また独特の風味がありますね。で、あとは三つ葉かな。ちょっとちっちゃくなって分かんなくなっちゃった。この辺は三つ葉ですね。三つ葉も普通に美味しいですね。うん、まあ三つ葉の風味がありますね。あー、うまい。いやー、すごい綺麗な山々だー。